皆さん、ザーボンさんとドドリアさんはどちらへ行かれましたか？残念なフリーザごとケマオですよ。よろしくお願いしますね。はい、ケマオです。それでは早速、稲妻イレブン SD 今日もやっていきたいと思います。前回前々回の動画見てくれた方いるかどうかちょっとわかんないですけど、出したのが一応、まずはこれをやってくださいっていう動画が1本目で、選手強化するにあたっての、なんか、自分がやってきた、ポイントとかを説明した動画が、2本目という形で、出したんですけど、私、ケマを聞いてください、皆さん。とうとうですよ。とうとう、プラチナリーグ3に、昇格いたしました。イエイ！はい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 。プラチナリーグ3ですよ、皆さん。やっとの思いで、毎日毎日コツコツスタジアム対戦をやりまくってですね、なんとか、私、ケマを、スタジアム、プラチナ3、こちら、プラチナ3リーグに昇格しました。ということで、今日は、試合で、なんだろう、気をつけてることっていうか、まあ、自分が、試合するときの、まあ、コツじゃないけど、まあ、そういうのをちょっと動画にしていけたらなと思います。はい。それでは早速ですけど、スタジアム対戦、やっていきたいと思います。なんだろうな。まあ、熱血チャレンジでちょっと、いつも気をつけてる戦い方っていうのをちょっと見せていきますね。ケマオさん、それやっていいの？みたいな、まあ、そういった戦術もあるんですけど、まあ、その辺も見せれたらなと思うんですけど、まあ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 、相手がちょっとね、強いと、いい結果になるかちょっとわかんないですけど、まあ、一応コンセプトは、戦い方っていうことでちょっとやっていきたいと思います。まずは、そうですね、お任せはちょっと外しておきますね。敵の攻撃、まあ、来ると思うんですけど、この攻撃を、ディフェンダーで、まず一発目、ブロックはできないけど、ちょっと、トータルパワーを減らします。あ、これ、運がいいね。892でブロックしました。で、キーパーの、トータルパワーを、ちょっと、確認したいんで、もういきなりシュート打っちゃいます。あ、これ、ちょうどいいね。たまたまこれも運がいい感じ。1000いくつだね。結構壁山、あ、キーパー弱いね。キーパーのトータルパワーが300いくつなんで、もうこれガンガン攻めるしかないかなっていうのを、このタイミングでもう判断しちゃいます。あ、決まりましたね。決まりましたね。いい感じで今決まったんですけど、じゃあ次行きたいと思います。びっくりって言われましたね。おはじキックもね、ちょっと、おはじキックが相手でいい流れのところのコースだと絶対入っちゃうから、まあそこは諦めて、あとは仕掛ける。例えば、うちのチームだとこの、一星くんがドリブル突破がすごいから、星マークのね、このアイテムをちょっと取るよと。取っといて、そうするともう一ターンの攻撃いけるんで、連続して攻撃がいけるんで、ここでさらに追い打ちをかけるように水星シュートをぶっ放していくっていう。で、先ほどあの、ゴールキーパーのトータルパワー低かったですよね。300いくつだったんで、これ必ず入る確率が高くなるかなと。ただね、稲妻 UMSD ってこれ結構運ゲーなとこがあって、そうそうそう、このルーレットでハマらない時あるんだよね。ハマらない時はもう仕方ない。もうそれ受け入れるしかないね。受け入れるしかないからっていう。今入りました。2対1。OKOKOK。びっくりって言われましたよね。本日2度目のびっくりクリクリですね、これ。
で、トリプルブリザードやばいね、これオーバーライドを打ってくる、オーバーライドしてくる。だけどここで、ドモン君が、キラースライドでちょっと止めに行ってみたいと思います。これで止めれるかな、止めれましたね、止めれました。で、じゃあ、そうですね、まだコンボシュート打ってないんで、ここで、キラヒロトの一星からのこのコンボシュート、これシュート力多分上がる確率高いんで、これを打っていきます。あ、来ましたね、来ましたね、1269。そう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 、こういう形で、シュート力、火力をどんどん上げれそうな時はどんどんこうコンボしていく、シュートチェインしていくみたいな感じで立ち回るといいかもしれないですね。 93% の成功率だからこれいけんじゃない。はい、来たー、来ました、来ました、来ました、ゴールしました。キラ君がね、白髪交じりのキラ君がゴールしましたね。はい、また3度目のびっくりということで、やばいなこれ。おはじキックね、これ止める、うん、おはじキックね、必ず入るコースあるから、これ止めれないんだよね。もうしょうがない。ここは諦める。で、必殺タクティクスが出たら、もうここ、今3対2で勝ってるよね。勝ってるから、もうここは卑怯ですけど、何かという形で、もう時間稼ぎしちゃう。17秒ね。残り18秒、17秒、16秒、15秒、進んでいくんですけど、ボールキープ率、ボールキープの残り秒数が7秒なんで、このあたり、このあたりで一星君にパスをして、ここではまず打たない。まだ打たない。そして、まだ相手は、くるくるなってるから、ここで、さらにここで追い打ちをかけるように残り2秒のところでシュート。これどう？これ入るんじゃない？入って入って。そう。この、ちょっと、卑怯かもしんないけど、勝つにはこれぐらいの、貪欲さが必要ってこと。わかります？そう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 。これで、時間を稼いどいて、最後に、とどめで一発ぶっ込むみたいな、感じで、試合は、立ち回っていますね、いつも。コムさんすいませんね。よろしくお願いします。まあ、ちょっと、コメントでありがとうと言っておきましょう。お疲れちゃん。